すごい、もうやばいじゃんこれ。いやこれ大変だ。ドクトルワグナージュニア出てるもんね。勝った歴代優勝者もちゃんと怒ってあるんですね。これはやられた。これスーパーチェックアップの初めてだったですね。ちょっとやばい、お宝じゃないのこれ。何を見てたの。新日本プロレスの高橋ひろむです。さあついに俺たちジュニアの季節がやってきました。ベストオブザスーパージュニア28というわけで、今日はスペシャルな方に来ていただきました。この方です。武士さんです。遠いよここ。すいません、ちょっと結構かかりましたね。大丈夫、大声出してそんな。いやそうなんですよ、日本来るよ。民家なんですよねここ。ちょっとあれですけど、いいの来てるね。ちょっと、ね、ちょっとそんなやらしいね。いや、一応ローリングクレードルさんですよ。まあ、もうまあ自分の好きなやつだね。いや、そうです、ね、そういいんですよ。そんなもんありがとうございます、はい、そんな宣伝までしていただいてね。一緒に来たここは新日本プロレスの倉庫です、うん、この住宅街の中に佇んでるわけですよ。でここで何をするかというと、俺と武士さんで対決をしようじゃないかと。おこの新日本プロレス倉庫、お宝がたくさん眠ってるんで、うんはいはい、どちらがすごい宝を、すごいジュニアの宝を見つけられるか、制限時間30分以内で勝負しましょう。よし。でも勝負っていうからにはちょっと待った。かけてくれるか罰ゲームあれしてくれないと。いや本当好きですよね罰ゲーム。ただ今日は勝敗だけでいいと思ったんですけどね。罰ゲームやっぱ白黒つけるにはやっぱり、あまあ確かにいいですね。それはもちろんじゃないですか、まあ、でももし俺、はい、勝ったら、はい、森さんの実家行くわ。いやちょっとマジで本当にそう、うちのお母さん NG です。あそう。うちのお母さん絶対テレビ出たくないって言ってるんですけど、もし負けたら、はい、あの実家のお宝探せよ。いやいやいやだいやだ、もうやだ、もう俺勝っても負けてもすごくじゃない。そっちの方が面白いじゃん。そっちの方が多分視聴者の人見たいですよきっと。花火とか持ってっていい。いや絶対やだ。そんな好き放題やられたくないです。とりあえず今こうちょっとこれ今日はこの対決だけに集中しましょう。オッケーオッケー。はい、30分以内にどちらがすごいジュニアのお宝を見つけることができるか、いざバトル。武士さん、ここが新日本プロレスの倉庫ですよ。半笑っちゃった。いやいやいや、これ見ちゃったら半笑いしちゃった。作業してる感じがね。そうですね。こういつも自分たちを守ってる、お客さんを守るプラスアクが、まさかね、こんなタオルを干してあるとは思わないですね。素晴らしいね。いやいや、いい使い方ですよ。今事務所チラッと見たけど、サインが置いてあったり、おこれ DVD が新日本の早速流れてすごいね、置いてあったり。あ早速ありましたか。じゃあ払ったら、もう戦いが始まってるから、まあ、もう見てますね武士さん。見てる。やばいやられたな。いやまだでもここ1階なんで。なるほどね。そのお宝があるのは2階なんですよ。今思ったら武士さんそれすごいいいマスクですよ。ちょっと今気づきましたよ。もう YouTube モデル、かまいたちとヒロム YouTube モデルだよ。ダリルモッドモッドバージョン、持ち猫ね、売れちゃうんじゃないの。またえこれ超いいっすね。このマスク俺も欲しいですよ。あじゃあ今度はちょっとそこまで言われると、ちょっと早速行ってみましょうか。よし、2階なんで行きましょう。いやこちらですよ。行ったことあんの。いやないです俺。いや俺こう1階もあるんですよ。あえ、なんなんで。1階は昔ギランぐらいの時に1階来たことあるんですけど、2階は上がったことないんですよ。うわーちょっとすごい。出た。あーすごい、もうやばいじゃんこれ。いやこれ大変だ。あこれマジなやつやん。もうなんかここはなんかニトリみたいになっちゃってるから大丈夫なの。これどこまで映れるかわかんないですけどね。確かにね、はい、確かにね。いや確かにこれは見つけがいがありますね。これちょっと言葉が出なくなるよ。大変だろこれ。マジでやばいぞこれ。まあお宝が見つかったところで、うん、一体誰がその判断を、これがお宝です、確かに、ね、これはすごいものですって判断するのかというと、うん、今回のスタッフさんがベテランを含め、もうこの道40年の方もいますからね。なるほどこの道40年のベテランもいますから、いやその人にお宝かどうか、どっちの方がお宝だったかどうかをちゃんとジャッジしてもらうので。なるほどね。はい、別にじゃあこれだけ広いんで、うん、まあ
二手に分かれてこう探したいじゃないですか。そうね、そうね、はい、同じエリア探したいじゃないですか。同じエリア探しても仕方ないですよ。はあ、どっち行きますか。いいですよ、ここはブーさんに譲りますよ最初。もうこっち行くのか、こっち行くのか。もう帰りたいよ。いや、30分だけ我慢してください。30分で終わりますから。こっちから、こっちから、あ、こっちから、うん、こっちから行きます、うん、じゃあ俺向こうから行くんで。よし、それじゃあ30分間いいですか。よし、始まりますよ。よし、来い。お宝探し、よーい、スタート。はい、行きます。あ、最近、最近のまであるんだ。スタート。すごい、わ、シュープロとかか。いや、でもこの辺のパンフレットとかもすごいな、多分。うわ、これ見たいな。邪道けど、こういうのいいじゃん。これ意外とスーパージュニア系が眠ってるかもしれない。でも結構新しいな。これすごいんじゃないですか。なんか昔のチケットかな。ハルク・ホーガンとか書いてあるもんね。すごいね、これ。本当にこれお宝だわ。あ、怪しいぞ。あ、すげえ。これ、これ大丈夫ですか。これがもうファンの時に見てて。長野さんとか天山さんとか優勝した時にこういう風にやってたやつですよ。え、これって写してもらえないんですかね。いや、これすごいですよ。ポスターってやっぱいいっすね。残る、残るものってやっぱいいな。あ、これ来たんじゃない。あれ、怪しいな。来たー。これ、す、これでしょ。ドクトル・ワグナー・ジュニア出てるもんね。これ勝ったな。来た。よっしゃ、勝った。歴代優勝者もちゃんと彫ってあるんですね。トップオブザスーパージュニアのコロナも書いてあります。すごい、初めて見た。パンフレットじゃん、これ。ちょっと面白いね。うわ、あ、俺これね、これ昔買ったことあるわ。これファンの頃買ったもんね、マジで。いや、これちょっとキープだな。キープだよね。キープ、ある意味キープで。懐かしいな。あ、待って、これリアルロケンロールじゃん。見つけた。これキープしましょう。これキープ。やばい、もう時間が。こんないいもんがあったじゃないですか。よし、どうでした。いや、手応えバッチリじゃないですか。いや、俺ありましたよ。お、来た。すげえもん、だってもうスーパージュニアっつったらこれでしょっていうのめっちゃありましたよ。おお、さあ、ブチさん、お宝をゲットできましたか。もちろん。あ、じゃあもうここにあるわけですね。やっぱ1個って決められないよね。いやー、難しかったですね。しかも結構やっぱ時間30分じゃ足んなかったね。いや、足りなかったですね。意外と楽しかったですよね。いや、そうなんですよ。最初30分長えなってちょっと思ったんですけどね。いや、意外と探してるうちに盛り上がっちゃって、で、今更ながらこの白い手袋をはめるっていう。そう、これからお宝触るわけだからね。そうですね。いや、一番最初。じゃあ早速いいですか。いいですか、見てもらって、はい、オープン。これもただ今バック音楽流れてる。テレレレレテレレ。鑑定士今見てますから今。まあ、やっぱね、スーパージュニアもので行ったらこれがいいかなと。バイバン。え、そうなんですか。スーパージュニア。え、うわ、テン。テン。すごいですね。その時の T シャツですか。そう、出てきた。うわ、これはレアだ。これって、ね、多分ね、私物っぽいの。うーわ。分かんないですから。レアですね。でしょ、俺レアでしょ。これはすごい、うん、これ後ろのロゴは何なんだろう。いや、確かにこれなんですかね。俺見たことないですね。これもソウルさんの、ソウルさんのデザインかな、のマークなんですかね。これ見たことないですね、確かに。テン、あ、テン、2003年。2003年ですか。ああ、ちなみに優勝者は、あ、そう、見てなかった。はい、かけら、なるほど。大阪ですか、決勝。
あ、違う違う大丈夫大丈夫だ、大丈夫だ、違いましたあ、でも柿原さん対金本さん、そうです、おー、いや、ホラーって言われてもじゃあちょっとその前より遡った、じゃあていうか、スーパージュニア関連すごいっすね。え、何を見てたのうわ、そっちが勝ったんだ、うわやられたかもしれない。ベストオブザスーパージュニア、え、これ 5?5?98 年、はい、5月16、松戸市運動公園体育館、すごい、これはレアだ、でしょ、うわ、この時また優勝と決勝のメンバー出てるからギャロップ、ドクトル・ワグナー・ジュニアすごいっすね、これは歴史がすごいな、これすごいよ、え、これポスターなんですか、ポスターでしょ、え、じゃあこんな雑なんですか、いや、だからここを貼り替えてあれプリントするんでしょ、あ、そういう、あ、うん、原画ってことですか、じゃあそうすげえ、うわ、すごい、いや、これはレアですね、うん、これすごいよね、これはすごい、うん、まあ、あとまあジュニア関連でもう一個、え、ビッグタイトルが出てるこれは次ババン、スーパージュカップ、うわー、あっち側だったわ、違うこれそっち側だよ、えありました、こんなの、あったって、嘘だ、え、そうですよね、そう、ほら、え、俺の時なかったですよ、え、だから見てなかったよ、え、嘘だ、こういうのは目利きが大事だからね、うわー、これはやられた、これスーパージュカップの初めてやった時ですね、そう、一番最初のやつですね、そうえ、いくつ、これやったのが、おい、年度は書いてないな、あ、でも94年、うーわ、4月16、すごー、メンバーもね、いや、メンバーがえげつないですねすげー、きた、いや、これはちょっと、いや、なんかあのスーパーチューカップの優勝者のジャケットとか置いてあったけど、そういうのじゃないなと思って、ちょっとやばいなまあ、あとはやっぱりこうスーパージュニアと言ってるね、ババン、おお、すごい、え、こんなのありましたあったよ、自分の、え、ありました、俺これちょっと俺家に欲しいなって思うぐらい、これ家に欲しいですか、欲しい、家にどうやって飾るんですか、これ、飾んないな、多分、え、これ丸めて、丸めて家に置いておきたいな、ほら、宝っていうのはここにあるから人には宝物じゃなくても、はい、自分にとっては宝物だ、まあまあ、それはそうですね、後楽園のバルコニーに飾ってあったやつだよね、はいはいはい、そうですね、うん、全選手並んでますね、そうあ、それ自分のも見てなかったの結構なんかまとめて、俺何見てたんですか、多分なんかスタッフが多分ね、一回来て多分こう見えるようにこう名前やってあったかもしれないねあ、もうそんなおとなしくまああとは最後はこれですよ、ババン、お、プロフェス技百科、これさっき調べたら、はい、この業界入る前に俺これ買ってたんだよ、同じやつですか、これ、で何回も見てるんだ、あ、じゃあ家にあるんですね、それ、俺が見てたやつがここにあるって、いや、違う、それは違います、それは絶対違いますよ、家ですげえ見たやつが多分こういろいろブックオフとかでいろいろ回り回って、懐かしいなぁと、やっぱこれ原点というかね、いや、まあでも確かに、うん、でもこれ今逆に今見たら、うんうん、いい技ヒント転がってるかもしれないですか、それはあるかもしれないね、うん、こっからスーパージュニアに何か繋がってくるかもしれないですね、お、技百科見たなとあいつパート1見たなえ、これちょっとちなみにどんな技があるんですか、もう本当にいろんな技本当に技辞典、うん、団体ごとに分かれてる、え、すごい。懐かしいなぁと思ってね、これよく見たわ、これうわぁ、夏サンダーデスドライブ、おからボムとかあったな、うわ懐かしい、これ見入っちゃうね、これね、確かにすごい見入っちゃう、でも本当俺にとってはこれが一番のお宝だったかもしれないな、昔を思い出す、まあまあそうですね、確かに思い出深さも、じゃあちょっと負けたかな、出せるこれ出せる、俺この後出すのか、はい、藤井さん来た、俺のお宝見てもらっていいですか、さあ語ってもらいましょうか、語れるかな語れるようなものあるかなでん、おお。どうですか、これ中入ってんの、これ多分中入ってないですよこれはスーパージュニアだったと思いますよ、これ何、これただのギターケースです、え、これでなんか使ったの、いや、これ何しましたっけ、だってマークついてるよ、
あのヘノヘノモヘジの入場の時にこれ持ってったえこれ覚えてないですか？パスイン越し回数でずっと書いてたじゃないですか、スプレーで。全然だからこれ俺まだスプレーでここやってた時代ですよ。あああれね、はい、今は手抜きで。手抜きじゃないですか。あの臭くなっちゃうんで、機械室の虫とかで、あと飛行機とかもね、ロスイン後税から苦情来ちゃうんで、そう、飛行機持ってかれない、持ってけないんで。確かにね、沖縄とか行くとき毎回募集されてましたから。ああ、はい、新品なのに、これスーパージュニアじゃないかな、違うのかな、タイトルマッチ。いや、タイトルマッチですよ。な、誰の？高橋宏夢対エルデスペラードですね。どっちが、どっちがチャンピオンだったんですか？あ、俺、そうですね。それで持ってって何かあったんでしょうね。きっとギター関係の何かが。なるほど、はあ、ああそうだ、ああなるほどね、黒い花束を全然覚えてない。全然覚えてないですね。でこれじゃあスーパージュニア関係ありませんでした。いやでもジュニアです、ジュニアです、はい、ジュニアです。これはジャブみたいなもんですね、はいはい、これ覚えてないですか。ああ、あった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 、キラーラビット、うん、あったねっていう思い出、うん、あ、自分が来てたの。来てないです。キラーラビットのデビュー戦の相手でした。へ、うん、そんなリアクションですか。うん、全然、はい、へーれですか。俺にとってはすごいなんか思い出深いなと思って持ってきたんですけど、うん、じゃあなんか自分にとって思い出深い商品ばっか出せ。いやいや、ジュニアですよ。ジュニアのもうなかったんですもん、上。いや、あったじゃん。まだ。いや、これ、ちょっと待って、キラーラビットの話終わり。キラーラビットおしまいです。キラーラビットのデビュー戦の相手です。ああ、多分、違うか。サブ、大丈夫俺は。え、違うんす。テロップ出てるな。違います。そうだ。違います。これすごいんじゃないかなと。お、これ何、ファンタズモのやつだと思うじゃないですか。リアルロッケンロー、でー、ウェアロックですよ。なるほどね、はい、この放送を見た、はい、フィン・ベイラーが反応してるかもしれない。お、見て、ただの話だからね、これ YouTube、うんうん、これは視聴者増えますよ。あのアメリカ勢がもうゴソゴソ来ますわ。そしたらこれを写真撮って添付して、あのフィン・ベイラーにお前と見つけたぜ、見つけたよ、そう、俺が持ってるから取り来いって。最初この再生回数がどんどん増えて、あ、確かに、あ、それはいいですね。サムネもこれですね。お宝ゲットしました。デビット頼り。大丈夫、さっきボロボロ落ちてるけど、ちょっとやばい。お宝じゃないのこれ。え、これどういうあれなんだこれ。何が落ちてるのこんなに。おかかみたいになってる。大丈夫これ。これですよ。お、来た。これ。いいですか。はい、ででん。バン。おー、これ第何回の？これ2000年代前半の実際に使用されてたやつです。あ、そう、名前書いてあるね。そうなんですよ。トップオブザの時も書いてある。これすごいね。これすごくないですか？うん、じゃあこれぴったりだなと今回。あの俺が前々回優勝してぶち壊した羽の前のやつです。うん、原型のね。はい。あはは、うん、え、というかミラノさん。ミラノさんの時って羽じゃなかったですか？ミラノさん羽持ってるイメージだったんですけど、これ持ってると思うんですよ。これ持ってるんですよね。え、違いますよね。ですよね。そうなんですよ。どういうこと？このだから写真は何なんだろうって思ってるんです。これ見たことないんですよ、この写真。そこだけはちょっと謎だったんですけどね。どうですか俺のこの品々。まあ、トロフィー出されちゃったら、あ、もうじゃあどうぞどうぞって。いや、どうぞそんな感じになっちゃう。ちくしょう、負けた。勝った？いや、実家行くしかねえわ。いや、あれどっちでも実家だったじゃないですか。それでは結果をお願いします。お、あ、あれだぞ、全部あれだぞ。誰を指してるのこれは。あ、人を指してるのか。ブースなんですね。うーわ、マジか。もう40年のベテランは自分のこと指してくれましたからね。そういうの持ってきちゃうもんね。負けたのに。いや言い訳すごいもん。いや言い訳じゃないです。いや、理由を聞きたいですよね。これかな。あ、これね。いや、これはやっぱそうですよね。はい、確かに。
これ出しちゃいけないですよねって今思いましたよ、ね、いやこれは確かにすごいですもん。それなんか G1 のトロフィー出されてもう何も言いませんみたいな感じで、ね、もう負けましたみたいな感じです ね、はい、何が決め手だったんですか。ジュニアのものが多かった。あね、なんかさっきのこっちひどかったもんね。これも全部ジュニアだったから一応これジュニア、これもジュニア。いや記憶違い、記憶違いでさ記憶違いは確かに良くないで、我々はキャナコロ歴史を感じるものが多いなと。そうやね、ちゃんと探したもんね俺の場合は。なんかいや俺もめっちゃ探しましたよすげえ探しましたよ。で髪は、うん、確かに見てなかったですいや髪はないなと思ったんですよ、ね、ちゃんとほらちゃんと自分のも探してくるし。確かにでじゃ自分の置いてあったから見ただけでしょいやいやしかもこれでもこれほら、ね、言われて言ってうわぁえぐそこにって言われてえぐ俺もちょっと自分がこれ自分見つけてきたから。ああ、うん、そうですね。まあこれはなんかもう全てにおいてもう武士さん、武士さんの勝利負けました。いやでもこれはでもいい勝負でしたね。面白かったね。面白かったですね。開けてみてね。じゃあ後で上でタペストリー見つけてやっぱサインしてプレゼントした方がいいんじゃないの。やりますか。やりましょう。プレゼントしますよ。ほら俺のタペストリーとじゃブスさんにも OK せっかくなんで、あタペストリー探しに行こうか。行きましょう。はい OKOK、はい